ございまして、今日報告を伺いましたので、私の方から、現在状態を確認いたします。本日は八幡大神社例大祭のご開催、誠におめでとうございます。毎年、例大祭の開催に向けて、通勤会並びに祭礼関係者の皆様の並々ならぬご努力と熱意に深く敬意を表します。姿勢のいい大太鼓と担ぎ手の気持ちが一つになった立派な大神輿に、ふるさと三鷹を愛する地域の皆様と親睦と交流が深まり、三鷹市全体の元気と活気がさらに増すものと確信しています。どうぞ皆様、安全に無事に例大祭が取り行われますとともに、素晴らしい伝統文化として今後とも末永くお祭りが続きますよう願っています。結びに久保田宮司、名古屋通勤会会長をはじめご関係者の皆様、並びにご参加の皆様のご健勝とますますのご活躍をお祈りいたします。皆様お一人お一人にとって思い出深いお祭りとなりますよう心から願っています。平成26年9月14日三鷹市長清原恵子、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それでは次に、衆議院議員の伊藤達也の様よりご挨拶をよろしくお願いいたします。おいでになってませんか？なんかお忙しいようで、それでは次に、三鷹警察署長、今度は8月24日に、新しくおいでになられた、岡秀夫様よりご挨拶をお願いいたします。皆さんおはようございます。また本日の八幡大神社のですね、例大祭がご利益となることに関しまして、心よりお祝いを申し上げます。例えば、ご紹介ありましたが、ご紹介ありました、三鷹警察署の方からございます。昨今、地域の絆づくりというのは大変重要性が見直されているところでございますが、本日の例大祭がですね、その地域の大きな絆づくりに貢献されているところをですね、昨日時代からずっと感じていっているところであります。そのためですね、三鷹署員もですね、一丸となってですね、本日の例大祭が無事に執り行うことをですね、全力ですが、このお約束としてですね、私の簡単でございますが、ご挨拶させていただきます。本日は大変おめでとうございます。どうもありがとうございました。それでは次に、三鷹消防署長、水野久志様より、ご挨拶をお願いいたします。皆さんおはようございます。三鷹消防署長の水野です。本日はこの秋晴れの素晴らしい天気、絶好のお祭り日和だと思います。ちょっと救急車のお世話にならない程度に発揮して、お祭りを盛り上げていきましょう。本日はおめでとうございます。ぜひ本当に救急車のお世話にならないようにお願いいたします。それでは次に、挨拶が長いと時間が出発時間遅れますので、あとはご来賓の方のご紹介をさせていただきます。東京都議会議員の中村博之様、おめでとうございます。から三鷹市議会議員岩田康夫様、それから、三鷹市議会議員田中純子様、それから、三鷹市消防団、第六分団神谷勝様、それから、三越太鼓講習田中正則様、田中さんいらっしゃらない、田中さん。それではこれからは一番大事なところでございまして、祭礼実行委員長委員会の委員長の谷合二郎様より、今日の挨拶と、注意事項を、お願いいたします。皆さんおはようございます。本日も実行委員長をやらせてもらいます谷合二郎様。まずは注意事項としてはですね、盛大に盛り上がるように、怪我事故のないように、取り組みたいと思いますので、皆様協力をよろしくお願いします。で、ちょっと自己紹介をしますので、私、自己紹介をしてもらって、です。よろしくお願いします。実行委員の二平です。よろしくお願いいたします。同じく井上です。よろしくお願いします。同じく加藤です。よろしくお願いします。
同じく小山です。よろしくお願いします。菅谷です。よろしくお願いします。レンジャーズ競技住人会、竹田です。レンジャーズ競技住人会、竹田です。よろしくお願いします。大川です。よろしくお願いします。一宮を担当する三鷹結びの半田です。よろしくお願いします。二宮を担当する弥生の医者です。よろしくお願いします。このメンバーで、優勝すると思いますので、ちょっとよろしくお願いします。あと、サイレン活動の長官役員の前にいる発生の、向こう向いてもらいます。ちょっとよろしくお願いします。